だから僕ある大きな新聞社の方に相談されたことがある。どうやったら部数伸びると思いますかと。神谷さんの YouTube とかどんどん視聴者増えてますけど、どうやったら、ね、視聴者増え、購読者増えますかねって相談されたから、平場でね、どこの会社は言わないけど、僕は言いましたよ、本当のこと書けばいいんですって。本当のこと言えばいいんですよ、ちゃんと。それがいろんな忖度をして、いろんな利害関係を考えて、オブラートに包んで書いたり、ね、ねじ曲げて書いちゃうから、もうみんな、それに情報の信憑性がないと思って読まなくなるんでしょ。そして皆さんわざわざこうやって博多に足を運んでくださって、生で僕の話なんかを聞いてくださるわけじゃないですか。ね。こういった現象が、これから日本でどんどん広がっていくことを我々は、参政党は作っていきたいんですよ。アメリカではこれをトランプがやろうとしましたね。マスコミが嘘をついてる、大手のそういうガーファのようなところが情報統制をしていると。そしたら彼はどうなりましたか。結局ツイッターのアカウントすら潰されて選挙で負けましたよね。その選挙もいかがわしい選挙で都合が悪かったんですね。フランスでもルペンという人が今のマクロン大統領のやり方に対して、またそういったメディアに対しておかしいんじゃないかと、もっとフランス人一人一人の国益、利益を考えた方がいいんじゃないか、そういうようなことを訴えて、かなり国民の支持を集めましたよね。日本以外ではそういう運動がもう起きてるんです。でも日本のメディアは一切それを取り上げない、ちゃんと取り上げない。むしろ右派だとか、ね、陰謀論者だとか、ね、トランプ信者だとかネガティブなワードでそれを書いて、そういったことはダメなことなんだよっていうふうに刷り込むように刷り込むようにやっています。なぜか分かりますか。日本人が目覚めるのが怖いんですよ。アメリカ人やフランス人にできて日本人にできないことは絶対にない。こうやって私たちが選挙という手段を通じて国民にもっと本当のことを、ね、僕たちの言ってることが 100% じゃないかもしれない、間違ってるかもしれません、時にはね。でも今この瞬間では正しいと思っていることを一生懸命訴える。そしてこの民間の YouTuber の皆さんが一生懸命これを撮って拡散してくれる。これね、よくね聞かれるんですよ、新聞記者の方に。この YouTuber の方は神さんたち雇ってるんですか、ね、雇ってません。皆さんてめんと。でも最近は再生数が上がって結構儲かってるという話を聞きます。でもそれも寄付してくれるんですって。これはだから本当に草の根の運動なんですよ。草根の民主運動なんです、参政党をやろうとしてるのは。そしてそれは例がないことではなくて、ね、海外ではもう起きていることなんです。それを日本も遅ればせながらみんなでやりましょうよと。そして国民のまだ今数パーセントだけど参政党の言ってること、ね、の中身じゃなくて我々がやろうとしているその本質ですよね。だから僕は皆さんに何かを伝えて洗脳しようとしてるんじゃなくて、この世の中の本質をもっとみんなで俯瞰してみて、誘導されないように、金に流されないように、変な同調圧力に負けないように、みんなが考え行動するプラットフォームを作りましょうって言ってるんです。でもそれができなかった人たち、もしくはその運動が面白くない人たちが一生懸命参政党のことをディスるんです。でもある意味ディスられるっていうのはちょっと嬉しい。なぜか、それは聞いてるっていうことだからです。そうでしょ？我々が無力であれば邪魔は入らないの。実際そうでした。だって参政党だって2年前からやってるんだから。僕なんか10年以上こういう活動やってるんだから、今まで全然叩かれもしなかったようなところが急に一斉に叩いてくるわけでしょ。組織的にチームを作って、それだけ聞いてるんですよ今。そしてその流れを作ってるのは皆さんです。皆さんがこうやって集まって話を聞いてくれるから彼らが焦ってるんです。そうでしょ。だからここで皆さんはそういったネガティブな情報に騙されずに自分で考えてください。そしてもうこれも大事です。僕や参政党のことを盲信しなくてもいい、疑いながら見てください。必ずチェックしてください。参政党がやってることは全部正しいなんて僕は思っていない。中にはあ、やっちまったよなこいつって人もいます。はい、そういう時は僕はすぐ対処して、ね、
注意したり、ちょっとなんとかしてくれっていうふうに訂正してもらってる時もありますよ。そういうだから100点満点でありません。賛成党が全部正しいなんて言わない。僕だって結構口が悪いから言っちゃいけないこといっぱい言ってると思う。後で動画を見て、うわーこの日やりすぎてると思って家で反省したことも何度もあります。だから完璧ではない。だから神谷も間違う、賛成党も間違う。でも大筋その目指してる方向に関して同意してると。だからおかしいなと思うんだったら党員になってもらって、中で一緒にそれを方向修正していってくださいよね。過去の例えば政策事案で挙げた例でね、受験法っていうのが書いてあった、ね、あと緊急事態条項みたいなのも必要じゃないかみたいなのが書いてあった。それは何を前提としたかというと、震災とか本当に戦争が起きた時を前提にしてるんだけど、でも実際世の中とかが流行ってね、あんな緊急事態だとか言い始めたから、その法律とか憲法改正させたら危険だと思って、で我々は反対だって言ってるんですよ。けどそういう議論をした方がいいんじゃないかって言った書いた過去のやつを引っ張ってきて、賛成党は嘘をついてると、裏ではこんなことを計画してるのに全然それを隠して綺麗なことばっかり言って、ね、感情論を煽って、そして皆さんを洗脳してるというのが彼らのバッシングですよ。受験法やりません。緊急事態条項を憲法に作りません。何か言ったら分かるんですか